はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ゴンゲンです。それでは真双戦記ラグナセンティ、実況の続きをやっていこうと思います。それで前回は、ホットデイジーを通りまして、で、バーンデイジーまで行きまして、でそこで、モモンガのモモンガをね、まあ、仲間に加えまして、でその後、このアイリス地方の小さい村までね、やってきたところで、まあ、前回はね、終了したんですけれども、今回は、この村の先にね、行ってみたいと思います。まずはこっちの北ですね。ここに花が咲いてますね。よ、小さい旦那、いいネタを売るよ。買わなきゃ損だよ。買った買った。特別に10マリンでいいよ。まあ、ちょっと怪しいんでね、いやへそうかい。ったく、ケチな世の中になりやがったもんだぜ。なんか急にやさぐれちゃいましたね。じゃあ情報教えてください。そう来なくちゃ。実はマントを着た占い師がやってきたんすよ。あ、そうですか。旦那と同じように言葉が通じるやつで、最近の人間はみんなそうなんすかね。どうなんでしょうかね。まあ多分主人公のゴンゲンだけだと思うんですが。え、その占い師はどうしたかって。ええ、そりゃ知ってますがね。いやー、もう10マリンはいただかないとちょっと思い出せませんね。なんかちょっと嫌な感じの花ですね。まあでもここは素直に情報を教えてもらいましょう。ひひ、毎度どうも。その占い師のやつ、道を開くとかなんとか言ってましてね。その後いきなり消えて、気がついたらほらそこに大穴が開いてたんす。あ、そうですか。足も訳がわからない。人間どもの手品ってやつかな。違う気もするけど。なるほど。まあ、ただの占い師ではなさそうですね。とりあえずここはこんなもんかな。じゃあ村の東側に行きましょう。いきなり切り株がいますね。この切り株がちょっとね、強いというか厄介なんですよね。いてよっ、よいしょ、いった。弾を飛ばしてくるやつは本当に厄介ですね。ちょっと回復集めましょう。あ、これで満タンですね。よいしょ。また切り株がいますね。これはちょっと引っかかっちゃってるかな。よいしょ。ちょっとダメージ受けすぎかな。ここには回復はないかな。よいしょ。ここはこんな感じかな。下は危な、下は行き止まりですね。これは斜めで届きます。ギリギリですね。あ、届かない。この辺から無理か。こんな感じかな。ギリギリですね。ここにお金落ちてましたよね。回復ないかな。よいしょ。ちょっとないかな。ここはまだいけない感じかな。ちょっと回復はないか確認だけしますか。このゲームね、村とかについても体力をね、回復する施設とかがないんでね、まあ、ちょっと回復のある場所をね、探さないと
まずいんですけれども、まあ、とりあえず平和っぽい場所にたどり着きましたね。よいしょ。回復が出ない、まあ、回復が出ないというか、まあ、ある場所は固定なんですけどね。ないか。なさそうですね。ウサギがいますね。チャミミ、知ってる？この先にあるバベルの塔でおかしなことが起きたのよ。なんでも人間同士の言葉が急に通じなくなったらしいの。バチでも当たったのかな。まあ、音源もそうなんですけどね。言葉が通じない？ゴンゲン君と同じだね。バベルの塔に行ってみようよ。きっとそこに行けば何かわかるかもしれないよ。なるほど。セリフは一緒かな。ハニー、オーマイダーリン、ハニーのために今スイートのハウスをメイクしてるの。あ、そうですか。このビーバーが一生懸命作ってるのかな。ただここは入れませんもんね。スカピー、この森には巨大なイモムシやキリカブの敵が出現する。ご存知か。まあ、散々戦ってきましたね。いや、いわゆるキリカブもしくはイモムシがこの地を徘徊している模様。本来あるべき姿ではなく作為的に作られた説が最も濃厚なり。まあ、ちょっと小難しい感じの人ですね。これ運だと？バーンデイジーに住むモンスターが怪しげな魔法で作っているとの噂。あ、そうですか。されど奴はなかなか強力で手出しすることさえできないとの状況。なるほど。まあ、ちょっとこの状況になったのもなんか原因があるみたいですね。パパリス、あんたもしかして人間っていう種類の動物じゃないのかね。いや、違います。そうだよな、人間が私らの言葉を理解するわけがない。じゃあ素直にはいにしましょう。まあまあ、塩だ、塩を持ってこい。人間で信用できるやつなんかいるわけがない。急になんか冷たくなりましたね。チビリス、うちはボロいの、木が腐っちゃってあちこち穴が開いてるんだもん。なるほど。ママリスかな。ただいまお料理中。メニューはどんぶりどんぶり。あなたの分はないわよ。あ、そうですか。まあ別に食べたかないですけどね。そしたらこの家を直してあげましょう。こうして、でこれを押せばいいのかな。ほほう、頼んでもいないのに家の床を直してくれるとは。気に入った。その気持ちに感謝していいものをやろう。金リンゴ。おいおい、そんなに何回もいいものはやれんぞ。だから人間は嫌なんだ。怒られちゃいましたね。まあ家を直してくれたのね、ありがとう。いえいえ、よかった。これで穴に落っこちなくて済むわ。人間は力があるのね。まあ、このくらいの木ならね、まあ、リスでもなんとか押せそうですけどね。じゃあとりあえずこの村を後にしましょう。あ、そっか、まだか。ウサリン、ここはレース場。20マリン出せばチーターと競争できるの。見事レースに勝った場合チーターはあなたのお仲間。どう、やってみちゃう？じゃあ、いや。あら残念、せっかくのチャンスを不意にするなんてもったいない。じゃあレースやりましょう。 OK、 決まり。チーターは足が速いわよ。せいぜい頑張ることね。了解です。まあ、ここにチーターがいるんですけれど、チッタ、せこいウサギだよ。
俺には儲けの1割しかくれないんだぜ。50マリン出せば内緒でスピードを落としてやるぞ。どうだ、払うか。じゃあ最初はいや。なんだよケチ、よっぽど自信があるんだな。上等じゃねえか。じゃあレースやってみましょう。まあ多分勝てないかな。これはなんて言うんでしょうかね、こうラジコン操作というか、あのファミコンの F1 グランプリ、あの青いディスクで出てたファミコングランプリか、あの操作に似てるんですよね。まあ、全部で3周するわけなんですけど、ちょっと無理かな。うまくやれば勝てるのかな。あと1周。ちょっとアクセルを離しつつブレーキングしないときついかな。おっと残念、チーター君の方が先にゴールしてしまった。どういうつもりだ、頼む本気で走ってくれよ。これじゃひどすぎるぜ。結構言いますね。じゃあレースやりましょう。まあ、ちょっと20マリン損した気はしますが、まあいいでしょう。じゃあ50マリンで買収。よし OK、 あんたはえらく物分かりがいいやつじゃねえか。これなら多分勝てるでしょう。相当遅いですね。あ、でも結構ちゃんとやんないとまずいかな。アウトインアウトが基本なのかな。こんな感じかな。ここのヘアピンカーブはちゃんと減速しないとまずいかな。最後の試験も結構面倒ですね。面倒というか操作が大変ですね。このヘアピンカーブはちゃんとアクセルを緩めて、で最後の試験もアクセル緩めつついく感じかな。あんたの勝ちだ。よし、最初の約束通り仲間になってやるか。チッタ、かっこチーター君が仲間になった。まあもうレースはいいでしょう。いわば自分へのチャレンジってとこね。どう、やってみちゃう。もういいです。あら残念、何事もトライすることが大切なのよ。なるほど。まあでもだいぶお金も使っちゃいましたからね。そしたら一旦戻ります。でこっちかな。でここでさっきのチッタを仲間にします。あ、そうだ、一応能力見てみますか。俺を連れているとスピードが2倍になるんだ。結構スカッとするぜ。なるほど。まあ、ダッシュというかこんな感じで歩くスピードが相当速くなりますね。モモンガーの方がいいかな。よいしょ。ん？いきなりなんかスライムみたいな姿になっちゃいましたね。まあ、この状態だと、まあ、何にもできないというか、ここはまだいけませんね。まあ、ジャンプしかできないですね。クリン、出ていけ。俺は今、とっても忙しいんだよ。あ、そうですか。取り付く島もありませんね。
まあ、ちょっと怪しい場所がありますけれども、ここがクリンの家で、これは越えらんないですね。お、お仲間がいますね。スラピー。待て待て。おう、スライミー。お前もぼーっとしてないで遊ぼうぜ。スラパー。わーい、楽しいな。外で遊ぶのって本当に気持ちいいもんだよね。スラプー。おい、人間が来たぞ。しかも勇者だ。みんな早く逃げろ。危ないですね。ダメージ受けちゃったかな。マザー、人間はモンスターというだけで襲ってくるの。外に出たら気をつけてね。了解です。その帽子、人間が被るものじゃないか。お前まだ人間になりたいのか。まあ、ちょっと誰かと勘違いしてるっぽいですね。よせよせ、やめとけ。人間なんて実にくだらない。そんな考えは捨てるんだ。僕たち何にも悪いことしてないのに、どうしてひどい目に遭うんだろう。なるほど、モンスターの側の意見ですね。危なかったよな。さっきの人間は勇者とかいう油断できないやつなんだ。さっきのアイリス地方に行った勇者かな。お前スライミじゃないわね。母である私にはわかるわ。まあそりゃそうですよね。さあ答えなさい。もしかしてあなたは人間ねえ。そうなんでしょう。いや違います。嘘おっしゃい。あ、怒られちゃいましたね。ではうん。ああやっぱりスライミは人間に恋をして人間になりたがっていたものね。多分魔法使いのクリンが協力したに違いないわ。ああどうしましょう。ねえあなた、クリンの家に行って元へ戻すようお願いしてください。了解です。ちっちゃいスライムは特に話は変わらないのかな。クリーンがとぼけたら私にバレたっていうのよ。さあ置いてなさい。はい。まだ勇者がうろうろしてますね。じゃあクリーンの家に行きましょう。マザーにバレた。さすが母親だよな。マザーは悲しんでたか。いや。なんだそうなのか。じゃあお前も運が悪かったと諦めてくれよ。じゃあ運。そうか、俺悪いことしたのかな。でもスライミーは本気だった。なんでも人間の女の子を好きになったとかで、もちろん俺だって止めたんだぜ。だけどあまりにも熱心でさ、とうとう俺は力を貸すことにしたんだ。なるほど。そして偶然やってきたお前とスライミーを入れ替える魔法を使ったってわけ。なるほど、だからこんな姿になっちゃったんですね。俺はスライミーに約束したんだ。何があっても魔法を解かないと。マザーには悪いことをした。お前も運が悪かったと思って諦めてくれよ。まあ、そういうわけにはいかないんでね。そしたらもう一回母親のところに行きましょう。まだ勇者うろうろしてるかな。開いた。木陰にいましたね。ダメだったのね。ならば魔法使いのおばばにお願いするしかないわ。おばばはクリンの先生なの。だからクリン以外で元に戻せるのはあの方だけよ。なるほど。この森の中に星の形をした地面があるわ。星の真ん中を10回踏んでごらんなさい。おばばの家に入れるはずよ。さあお行きなさい。そしておばばにお願いするの。了解です。クリンは修行中の魔法使いだろ。あんなやつお前を人間にできないぜ。なるほど。まあでも人間に戻りたいですからね。外にはまだ勇者がうろうろしているんだもん。
ほんと迷惑よ、迷惑はよね。なんかここのとこマザーが寂しそうなんだ。何かあったのかな。うん、なんかあったんでしょうかね。星の形の真ん中を10回踏むのよ、忘れないでちょうだい。はい、まあ母親がいて子供たちしかいないということはっていう感じなのかな。あ、そうだ、クリンは話変わってくるのかな。同じか。そしたら星型の場所はここですね。この辺かな。ちょっとずれてるかな。これで仕掛けが解けたかな。うん、開いてますね。こんにちは。おばば、あんれ珍しい。スライムじゃないかね。おや、人間の匂いがしおる。さては、クリンが変身魔法を使ったの。まったく、あれほどダメだと言うたのに。機関小僧ですまんね。スライムも人間になりたいと、えらいしつこかったしの。なるほど。わしは、年のせいだで、クリンよりかは人間のことを分かっておるつもりじゃ。お前はさぞかし元の人間に戻りたかろう。はい。じゃあ、いや。そうじゃったか。それなら、ずーっとそのままでいるがええ。じゃあ、人間に戻してください。うん。そうじゃろうて。しかしな、だからと言うて、そう簡単には直せん。何事も己の力で解決せねばいかんよの。どうじゃ、違うか。いや、おっしゃる通りですね。ふむ、そうじゃな。一つだけチャンスをやろう。研究中の魔法がある。それを人間の知恵で見事乗り切ることができたとき、元の姿にしてやろう。隣の部屋に行って鏡の中の指示に従え。期待しておるぞ。了解です。ちょっと、ここ、2、3パートね、連続で撮影をしてるので、喉がね、ガラガラになってしまいまして、すいません。もう始まっとるぞ。それとも、説明を聞くのか？いや、では、さっさと書かれ。ちょっと何したらいいかわからないんでね、説明してください。鳥は芋虫を食べる。芋虫は花を食べる。鳥は花を食べない。お前が絨毯の上に乗っている間はその効果が抑えられる。この条件に基づき3つとも無事に赤い絨毯まで運ぶのじゃ。なるほど。まあいわゆる三すくみパズルみたいなそんな感じなのかな。鳥は芋虫を食べて、芋虫は花を食べる。で鳥は、花を食べない。あ、間違えた。失敗したな。くじけずにもう一度挑戦するのじゃ。まずは芋虫を持っていく。で、鳥を持っていく。で、芋虫を返す。で、花を、あれ？あれ？芋虫を持っていく。鳥を持っていく。で、芋虫を返す。で、花を持っていく。うん、これで OK ですよね。おお、見事じゃ。さあ、約束を果たしてやるから、こちらの部屋に来い。やっと、忌々しい実験から解放された。これで、くつろげるな。あ、鳥が喋ってるのか。ムッシー、頭いいね。このパズルは難しいから絶対無理だと思ったよ。ちょっと何回かね、失敗しちゃいましたね。尊敬しちゃうな。人間はみんなあんたみたいに頭がいいのかい。私は花ざます。
こんな実験は非常に嫌すぎるざます。こんな実験だけはこれからは絶対にお断りざます。なるほど、まあ、それぞれ言い分がありますね。じゃあ人間にしてください。ついにやったか。小僧のくせになかなか大したやつじゃの。よし、元に戻してやろう。チチンプイプイアホチャラキエイこんな呪文で戻るんですかね。あ、戻った約束は果たしたぞ。これでお前も人間に戻ることができたな。ひとえにその努力。うぬ、今隣の部屋から物音がしなかったかの。ん、ムシーですね。おい、待ってくれ。俺の役目は終わったしさ、俺は何もできないけどさ、あんたを気に入ったんだ。だからその俺とさ、友達になってくれないか。ムシーかっこイモムシくんが仲間になった。じゃあムッシーの能力見てみましょう。へへ、悪いな、俺技を持ってないんだ。だから無視してくれまあちょっとね、あんまり役に立ちそうにはありませんがまあまだね、現時点では役に立たないって言った方がいいのかなさっきちょっとね、勇者にダメージ食らったんでね、回復とか欲しいんですけど、あります？なさそうまあちょっとね、不思議な場所にやってきて、いきなりスライムにねされちゃったりもしましたけれども。お、お前はスライム？いや違うな、人間だ。さてはおばば様だな。まったく余計なことを。でもどうしてだろう、なんかほっとしたな。まあ、ちょっと悪いことしたっていう風に感じてるのかな。あ、中入っちゃった結構ね、入り口の近くに来ただけでスーッとね、建物の中に入っちゃいますね。そういえばさっきの勇者は、勇者はいないで、スライムたちが遊んでますけども、もう喋ることもできないですね。家にも入れませんもんね。動物たちとは喋れるんですけど、モンスターとは喋れないのかな。そしたらここでチッタを装備します。これでこの先に行けますね。カメリア砂漠にまあ行けるんですけども、これ飛べるかな。よいしょ、あ、行けますねまあ、とりあえず今回は、このアイリウス地方の、まあ、不思議な村で、セーブをして終了したいと思います。はい、ということでね、今回ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。次回もね、頑張ってやっていこうと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは、ゴンゲンでした。